金城大学は石川県白山市笠間町に本部を置く日本の私立大学である。2000年に設置された。1904年に当時県市藩学校教諭であった加藤博吉は県下において高等小学校を卒業した女子で、進んで学ぼうとする者の,の入学すべき学校がないのを嘆き、女子教育の向上を図るため、女子に必要な高等普通教育を授け、なお、 市販学校に入学しようとする者の,のために予備学科を教授する目的で金沢市中市目町に近所有学館を創設したことが始まりとする。付属に近所大学短期大学部がある。見学理念は明日の福祉社会を先導する福祉のリーダー的存在の要請である。1904年に市販学校教諭であった加藤弘吉が近所有学館を創設。 その後、1976年に、近城短期大学を、開学、2000年に、近城大学を開学した。学部、学科短期大学部付属機関19の体育会系、クラブサークルと13の文化系、クラブサークルが活動しており、各種大会、国際交流、地域の祭り、各種イベントに参加している。近城大学の大学祭の名称は、 近所祭である。かさま、末東領キャンパス間のシャトルバスを運行している。ありがとうございます。